先月、急性の病気にかかり、危うく死ぬところだった。今月の頭まで ICU にいて、つい最近、やっと寛解して退院した。衝撃的だったのは、退院前に主治医の先生から、これこれ、こういう原因で病気になって、こういう風に回復してきたので、もう心配ありませんよ。退院できますよ。みたいな説明があったんだけど、説明が終わって先生が退出した途端に、一緒に聞いてた夫が、ボロボロと涙をこぼして号泣し始めた。夫は無口で、あんまり感情表現しない人で、告白したのも私だし、普段好き好き言うのも私だけで、夫から何か言われたことはほとんどない。プロポーズは夫からだったけど、結婚しましょう、だけで、付き合ってる頃から、結婚した今まで、私の何が良くて結婚してくれたのか、謎だった。そんな夫が、ボロボロと泣きながら、私子が死んだら、俺も死のうと思った。私子がいない家に帰るのが寂しかった。生きててくれてよかった。ってとつとつと話すもんだから、私も嬉しくて、二人して抱き合いながら、わーわー泣いてしまった。個室です。退院した今、夫は、特に雄弁になったわけでもなく、今までと変わりもないけど、無口な裏では、私のことを大事に思ってくれてるんだなぁと思うと、なんだか、くすぐったい気持ちになる。